4, 3, 2, 1。 今までで一番わからないです。あ、わかった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 。どうも、こんにちは。はじめまして。昔はこの広場でもやってたりとか。いやあ、溢れそう。せーの、進め、進めトヨタ商品パルプレイ。俺間違えた？あれ、俺が進めは私。そうそうだよね。初めてこれ。皆さんはお元気でいらっしゃいますか？これ行くんですね、そのまま。こういうこともありますから。はい、そうです、ね、ありますか？ありますあります。あ、トラがいないんだよ。あ、そうですね。調子狂っちゃったかもしれない。そう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 、ライバルが一人減りましたわ。そう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 、キャッツの3人目がね。キャッツ3人目が。でもお前がボケなんだろ？俺はボケです。俺がボケです。でもいいコンビとして、幽霊がいると突っ込まなきゃいけない、ね、幽霊さんいたら突っ込まなきゃいけないさ。そうだね。恨めひひ。いや、もういいですよそれ。地元吸着番組進めトヨタ少年家族。4 3 2 1。はい、ということでね、じゃあとっとと VTR 行きますか。はい、行きますか。じゃあ自信のある人。はい、はい、あ、みんなあるんだ。じゃあお母さん。はい、トヨタ今昔写真。今回は、はい、多分みんな行ったことのある場所だと思うんですけど、その敷地の中の一角の写真を撮ってきました。 VTR 行ってみりん。何ですかこれは。お寺じゃないですよね。全然わからない。今までで一番わからないです。駐車場はちゃんと線がくっきりしてて、いっぱいありそうですけど、あ、あ、わかった。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 ひらめいた。ひらめいた。3分のお茶室じゃないですか。3分。いや、でもこのやっぱりこの駐車場の感じ、こっちにもつながって。こっちの駐車場ありますし、この道もこれ月見町にこう日森公園の方に行く道ですよね。なんかピンときました。うれしそう。古い写真ですよね。これ行ったことあるでしょ。ああ、ここは、はい、行ったことあります。予想は立ってると思うんですけど。あ、これね。あ、気楽亭って言うんですか。茶、これは行ったことないんだ。みんなこの窓の感じとか下の屋根が映ってないからわかんないんですけど、ここは一緒っぽいですよね。あとこっちもね。あ、そうだね。あ、あんまり中に入る人はいないんだ。この写真をいろんなことに使われてるみたいです。これは気楽亭さんで間違いないでしょうか。雰囲気あるね。はい、そうですね。これはいつぐらいのお写真か分かりますか？もう立ってる状態ですの で、はあ、でここの場所かと思われますので、はい、多分ここがあのまだなんか舗装されてない感じですよ ね。 そうですね。あの、昔は養蚕の工場がここ一帯広がってまして、その一部に建てられた状態だと思うので、はい、もう57年以降かと思われます。昭和57年、お地区なので古いですこの建物は。へえ。あ、そうなんだ。料理料亭だったらしいです。はい、と、ほんとだ、雰囲気。お庭、どこから移築されたんですか？ちょうど、今の新名町って言いまして、ちょうどトヨタキャッスルホテルが建ってたあたり、建ってたあたり、はいはい、に新名町って今もございます。あ、わかります。そこ の、 あの一角ですね。あ、そこから移築されてきた。そうなんです。行ったことあるっていう人もいますよね。動いたね。お客様、来館者さんの、例えばお父様がここでお酒飲んで遊んでたとか、そういうお話される方も、ね、70とかぐらいの方だったら、70、80ぐらいか、だったら行ったことある、はい、そういう方もたまに見えるので、あのちょっとお話聞いて昔の様子とかちょっと聞いたりもしてるんですけど、はい、なかなかちょっとわからない部分もまだいっぱいありまして、はい、あの正源寺ってお寺が
ありまして、でそこにあの昔大木の松があったみたいで、なんか強風で倒れて、でその松を製材してここにはめられたっていう、はい、じゃあかなりのこれ大きな木ですよね、はい、樹齢400年、ここはなんか几帳面っていう作りみたいで、几帳面っていうね、角のところまで手を加えて、あのきちんとこう作られてるってところが、ここの部分を几帳面って言ってます。几帳面が、はい、丁寧に描かれた几帳面、なんか綺麗に几帳面の語源、はい、語源です。あ、ある、あ、ここ丁寧に作られてるっていう、はい、一つ一つ説明してもらうと、もう細かいところが全部素敵なんですよ。ああ、ううね、今は一般公開されていて、はい、いつでも入れ、いつでも入れる、入れるし、あの借りて写真を撮ったりとか、あ、撮影に使ったりとか、撮影に使ったりとか、竹がもっと上に見えるんですけど。画角にこだわるお母さん、いいですね。ああ、ここまで来るとちょっといいかも。もう今昔写真がもう体に入ってる。価格こだわりが回り込んで、そう、いろんなものができちゃってるので。これが、はい、今はあの価格で言うと、本当だ、ぴったり、ぴったり、ぴったり、さすが。すごい。あ、さすが、さすが、元祖、さすが、元祖、さすが、元祖こんじゃく、ミセスこんじゃく写真。そうっすね、すごいですね。三分っていうんですか、普通に三分はこっちにプラネタリウムとか化学館みたいな。三分ってのはもうみんな、あ、もう三分で通じます。そう、通じます、はい、学生の時とか行きますよね。三分三分ってみんな言うの、トヨタの人は、はい、じゃああそこはまあ いつも空いてて、空いてて、あと管理人さんというか説明もしてくださる方がいて、あとあのお庭とかも綺麗だったんで、あの借りてあの着物で写真を撮りに来るとか、 あと私は一回あの書道展をやってみえる方がいて、そこで、でそこであの書道展を見に行ったこともあります。 あるんですか。うん、やってます、個展みたいなので。使う、やってみえる方がいて、おかしい、また言葉が、いやいや、これも三河弁でしょうね。やってみえるって言います。やってみえる、うん、やる方がいて、使ったんだけど、やあ、ちょっと丁寧語、やって見える方、あ、まあまあでも丁寧語で言いますかね。今昔写真をやって見える方、あ、ひまわりフェスプロジェクトをやって見える方、ホビ団地に行って見える方、見える見えないで言ったら見えない方ですもん。あ、見えない方ですね。見えない、こういうことも言える。今拍手されてた。もうじゃないですか。勉強させていただきました、ね。それでは続いては、はい、はい、黒田行こうか。はい、ありがとうございます。おいでん祭りへの道、ホミ団地編。今日はどんな感じ。はい、今日はですね、ホミ団地の重鎮に会いに行く。重鎮に会いに行く、ほうほう、はい、行きましょう。それでは VTR 行ってみりん。今回は気になる情報を入手。過去お祭りが開かれていた、はいはい、おプレイスでエスポーツホミですね。 ここであった、こちらがここで、そうですね、祭りとかがあの近くかつて行われていたらしいので、あ、なんかこの話が進んでったらちょっとこういうところでお祭り復活というか、ね、それこそ毎回おいでんのその予選ですか、ここでやってもらえたらぐらいまで持っていきたいですよね、本当に。掃除、マイタウンをね、そう、ここでやるみたいな。ここでかつてやってたんですかね。やってた、はい、あ、もう一応中と言っても過言だ、はい、ちょっとでこすがり、私は結構です。もうそろそろ行く時間。ごめんなさい。あ、いやいや、これでは日本人だもんね、日本人です、はい、うん、まあ、近所の方ってか、ね、テニスコートはあんだ、あ、地元の家じゃないか、あ、そうなんですね、あ、ここにはテニス、朝やるんですけど、テニス越しに会話するっていう。知り合いに電話しましょうか。団地に住んでる、団地に住んでる知り合いがいると、ホミのことを
聞きたいって言ってたのテニスをここで教えてる方だったで電話の間も多分日本人だよね。そうです、そうです、すいません。あ、なんかここでなんかお祭りをやってたみたいなのを聞いて、コロナの前にはね、あ、やってましたね。あ、そうなんですね。相葉さんって人が詳しいので、相葉さん、相葉さん、はいはいはい、まあな、まあな、実行員やられてて詳しいので、あ、そうですね、すごい強力な人物を今紹介してもらえそうな実行員の方、はい、はい、何人かいるか、ゴリゴリにあの住所を言ってましたけど、昔やってた方をちょっと紹介してもらいました、ね、あ、で後日、相葉さんが会ってくれると、はい、あの日は無理だったんね、そうなんです、はじめまして、マイタウンおいでない、あの運営をされていたってことなんですけど、はい実行委員長、あ、実行委員長で、あ、10回、あ、じゃあ今年もじゃあその運営で、やばい、終わりです、あ、もう終わりました、昔はこの広場でもやってたりとか、この下ですよ、あ、この下でやってたんですか、この道路を使って通行止めにして、はい、警察にもういい感じでしろって言われて、じゃああんまりこの迎えウェルカムな感じはないですね、ちょっと警察はね、この人たちはウェルカムでした、すごかったです、お祭り好きですね。だからここで座って、うん、でそこで踊ってるって感じ。なるほど。そうです。そこの歩道のところで見られるわけですよ。はいはい。踊ってる方もテンション上がりそうですね。見られてると。あそこの堤防で、はいはいはい、あの手術花火がありました。あ、そうなんだ。うちの目玉は、はい、あのブラジルのサンバです。あ、そうなんですね。あ、そういうのがもう本当に何見たくて、サンバ踊るような時間も。お祭りの中に入ってたってこと、一番最後あれ引きつけるために、なるほど、一番最後にサンバがあるよっていう、あ、そうなんですか、ちょっと今いいことをちょっと、いや、そのここでいろいろそうスカウトして、でも本当に最終目標はもう本番のおいで祭りに出て、あの大谷高校を倒そうみたいなちょっとでかい目標があるんですけど、なかなかそれはちょっと偉いよ、私も絶対に倒せますもうポテンシャルもしっかり練習すれば絶対勝てるっていう人たちはもうちょっとつばつけてあるんで、あのね、はい、多分ね、あの揃ってるというよりもなんかこうやっぱ派手系、はいはいはい、とその目立つ系、目立つ系、はい、もうオーラが出ちゃってるもんね、オーラが出てますね、絶対優勝しちゃうよっていうねじゃあちょっと来年も実行委員ということで、いやいやいや、やらないやらない、一回でもやりますってちょっと言っといてもらって、やらないやらないやらないやるスタッフですよ、あ、スタッフ、ボランティアのスタッフの方が相当いるよ、何名ぐらいですかね、まあ10から20だね、あ、10から20ですか、最後の帰りの片付けとか、ああ、そう、終わった後も何時間もみたいな、得意ですから、はい、最後の片付けとかははい、任せてください、それはちょっと今年も来年か来年もちょっと申請の、はい、ちょっと一回商業観光課に聞かなかったね、あ、そうですか、ちょっともうやりました、動かしました、相葉さんをもう引退しようかなって、勇退しようかなって思ってるところを引き止めました、すいません、よろしくお願いします、ありがとうございます、握手した、お願いします、マイタウン開催の検討、マイタウンを検討、検討か、よろしくお願いします、ありがとうございます、検討、いやー、いやー、動かしました、重鎮を、そうだね、はい、で、検討まで行ったってことだから、検討までもう、だから決はい、までは行ってないけど、行ってないですけど、だって一番最初はあんだけやんないやんないやん、もう俺は引退したんだっていう、はい、ね、言ってたんですけど、もうこれは粘り強く交渉して、うん、もう真城さんを見習いましたよ僕は、はい、そうだね、はい、そうだね、もう落としに落としてきましたから、そうだよね、そうか、昔だからあそこでもマイタウンをやってて、はいはいはい、でもそれはその日本人も結構まだいる時代なのかな、そうですね、でもやっぱりブラジルにかなりいて、かなり最後はサンバが、そうです、最後のサンバが他のところではやってないそうなんですよ、もう勝手にサンバあの呼びつけて最後はチームを、はい、最後はやっぱサンバだぜ、サンバだぜ、あそこのそブラジル人が盛り上がるから、はい、もうちょっとセクシーな、ね、衣装着たお姉さんたちって、ね、ちょっと反対してた日本のおっさんたちもこんなんしてもみんな見とったらしいですよ、もうなんだあれはっつって反対しとったおいで祭りっていう、はい、まあまあだからね、まあ、日本人らしいというかちゃんと覚えて揃うっていうのはやっぱりブラジルの人は
苦手っていうかノリでよく、まあ、ノリそっちの方がやっぱ楽しいっていうし、自由にそうです、ね、とにかくやるのが好きだけど、はい、もう乗り出してくるあれっつって、でもそれがもう目玉というかね、そんな感じでバッとみんな盛り上がってたんで、 あの場所では多分もうちょっとやれないかもしれないですけど、 あっちの最初の広場の最初の広場、確かにあそこなら十分広さありますね。そうなんです、もうとにかくもうやっぱホミランチで毎回もう一回復活してほしいんで、相葉さんに、はい、そうだね、はい、なんか呼びかけとしては、あ、だからさっきのほらボランティアの話あったかな。あ、そうですね、まあ、お手伝い参加してくれる方とか、あとはそのダンスチームにこうつながりがある方、ぜひぜひご連絡していただけると、そう、ね、サポーター、ね、よろしくお願いします。このクラブのサポーターとかボランティア手伝い行きますよというような方、ぜひご連絡をお待ちしております。お願いします。さあ続いては、はい、はい、はい、美穂、はい、あれトヨタひまわりフェスプロジェクト、それでは VTR 行ってみりん。今日なんですけど、以前行った、はい、どんぐりの里稲部に、あ、ちょっと道の駅にもアイデアがないかなと思って、ちょっと五平餅入れる、あ、五平餅、今くるみ醤油と、はい、ネギ味噌味っていうのが、これやっぱ有名なんですか、道の駅的な。今日は有名ですね、作っていただいて、うん、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。一回その加工室見に行きましょうか、はい、ちょっと加工室っていうところで、はい、すいません、五平の量、これが、あ、そう、そう、型に詰めて、この機械で練ったものを出てくるんで、それを作らされますよね、ちっちゃい時なんか、あ、やりますね、丸めてこの上にセットして、忙しい時だと思ってね、夕方ぐらいまでこれずっと作り続けて、夕方までですか、ごめん、一人しか入れないんで、一人しか入れば、あ、じゃあ、吉野さん、これ持っていきますか、あ、わかりました、前はカメラ、はい、思ってたよりもコンパクトだ、うまいね、カメラ、すいません、突然、あの、どうやって五平餅を作っているのかをちょっと見させていただければなと。下焼きは大体どれぐらいやってますか。気温の加減とかで変わって、気温でも変わってくるんだ、気温見てる、はい、だいたい下焼きってる感じが、あ、本当だ、あったらこれも映像だと分かりにくいんですけど、ちょっとテカテカする感じ、はい、ね、まで焼いて、今タレが少ないんで、はい、あれなんですけど、まあ、おお、味噌はまあすごい流れるんで、はい、ちょっとなんか下焼いてる時に落ちてっちゃうので、多めにつけてまた焼いてあげるっていう。おお、すごい。あ、焼くところはまた下なんです。大体こんな感じになって。あ、すごい。ふさふさしてる。どうも、大事です。へえー、職人技って感じがすごくしますね。1日どれくらいの本数出るんですか。多分多いと思う。夏だと一番多い時で900とか。しっかり取れたと思います。はい、ありがとうございました。あの五平餅で何か一緒にコラボできないかなっていうご相談で、うん、ひまわりの種をちょっと味噌の中に、なんかな。くるみの代わりにね、くるみの代わりに、今時のメモだ、地域によって形が違うんです、うん、ごへん餅で味もその家によってもう全部違って、特色っていう言われるものっていうのをやっぱり大事にされてきたものなので、それを変えるのが、うん、まあ、うん、そうですよね、確かに、うんうん、なるほど。一応このイベントをやろうと思っている日程、はい、日程中間のところ4月の終わり頃を予定してまして、あ、あれ、あ、なんだ、あ、出れるかな、ゴールデンウィーク、あ、そうだ、販売してる五平餅が700本から1000本ぐらい、すごい、うん、販売する日なのあたりなのでかなり厳しいかな、うん、日程的に か,
開発っていうかそのタレの味をまあ作っていくっていうこと自体はそんなに今のうちにすれば何とかなるかなっていう気はしてるんですけども、後日改めて連絡をもらうことに。そして別の前回もちょっとお伺いした小原和紙さんのところに具体的に何ができるかっていうのをちょっと今からお話を聞きに行こうかなと思います。だんだん省力化されてるね。そのうち一人で行かされるんじゃないかコーニーみたいに。おはようございます。ひまわりくんを作りたいと。ひまわりくんを作りたいって話だ。ひまわりくんを作りたいっていう話だったんですかね。この大きく飾ってある、はい、あの切り絵とか張り絵、はい、あれ、ね、ああいうのがひまわりフェスでもちょっとできないかなみたいな体験でやらせていただくこととかって。そうですね、はい、じゃあちょっと準備の方をさせていただきます。材料がこちらとこちらに、あと水ですね。水木から行くの使用していきます、はい。これの木から行くのか、だし汁じゃないですか。だし汁あ、おーすごい、本当に和紙から行くの。構造の繊維をですね、水の中でバラバラにしてくれています。うわー、あふれそう。あで色つけて、あ、そうです、からならうまくいかない。結構楽しそうですね、これ。淡い色ってことだ。で、型入れて。そうです。あ、紙入れて。あ、そうです、模様を。金箔、ね、金箔金箔金箔、ほほー、よいしょと。分厚くね。これ紙、これが紙なんです。あ、紙になる。はい。あ、これをぺちゃんこにするのか。で、あと乾かしたら。できました。完成になります。これで乾けば完成ってことですね。こんな感じですね。中に挟んでるわけ。あ、そうです。みんなで作って、なんかそのイベントの終わりぐらいにできました、イエーイみたいな感じでしたら楽しいかなっていうふうには思ってます。うまく大きいひまわりみたいな形の中に、今回のトヨタひまわりフェスプロジェクトは入れたいなと思ってて、今ノートにありますね。本当ですか。本当に適当。下のはあの書いただけなんで気にしないでほしいんですけど。これ文字を書いてってことですね。っていう風にちょっと思ってはいるんですけど、これだけだと味気ないから。そんなことないです。なんかプラスしたいなっていうのは考えてる。はあ、なるほどなるほど。VTR で出てた和紙完成した。おお、和紙和紙。やった。乾いたの。うん、か乾いた。濡れた晩ま気が来ないでしょ。こういう淡い色付けをするっていうのが特徴なんですか。色をその繊維と混ぜてそれを垂らしてるので、結構そのいっぱいかけないと。これも結構かけたんですよ。あ、そうなんだ。この色でさえも結構いっぱい使って。そうなんです。だから基本的に淡めな色が多いのかなっていう。なるほど、なるほど。五平餅はだからスケジュール的に厳しいかなって、し、そのフェスの時にそこに来て焼いてもらうっていうのは厳しいかもなっていうことか。だけどあの、なんだろう、そこで買えなくてもなんか例えば稲部に行くとなんかそのこんなのが売ってますよでもいいからに、もちろん出てもらうのが一番わかるけど、ひまわり畑もそうだけどさ、トヨタの中をいろいろ回ってほしいっていうのがあるわけね。っていう意味で言うと、そのいや今行くとこの期間だけひまわり五平餅がありますっていう写真だけでもいいと思うのね。うん、だから そういうなんかこう参加の仕方っていうか。そうですね、ちょっと提案してみます、ね。まあ、カメラはね潜入してましたから、もうレシピは盗めてますから。あ、もう今ここに残っちゃってもうできますから、もうカメラに収めて塗って、はい、塗って、やっちゃいますか。いや、できちゃいますからもう、はい、ということでございました。さあ、じゃあ続いては、はい、はい、あ、俺の方が早かった。採用され方が早い方、早い方、はい、最後は早い方だ。最後は早い方だ。最後、はい、最後、最後、最後ですよ。最後ですよ。ということでね、いい人いいこと、嬉しかったことニュース、はい、それでは VTR 行って2輪。
豊田市いいこといい人嬉しかったことニュース。神田町圭東さん仕事がとっても楽しい。こちら現場の豊田市神田町です。最近いかがですか？はい、仕事がとにかく楽しくて楽しくてしょうがないです。どんな感じで楽しいのかアクション付きでお願いします。はい、では3秒でひっくり返していきます。3セカンドエブリターン、1、2、3、ターン、1、2、3、ターン、完成です。パーフェクト、フィニッシュ。以上、現場からお伝えしました。どんな豊田市いいこといい人嬉しかったことニュース。井上町M津田さん4年ぶりにふるさとへ。こちら豊田市井上町の現場です。最近あった嬉しかったことは何ですか？コロナが明けて4年ぶりに愛媛にいる93歳の母ちゃんに会うことができました。それではその喜びをイオ弁でお願いします。イオ弁、母ちゃん会えて嬉しかったよ。だんだんまた会いに行くからね。以上、現場からお伝えしました。豊田市いいこといい人嬉しかったことニュース。平戸橋町へ堂さんダンスで先生に褒められる。こちら現場の豊田市平戸橋町です。最近あった嬉しかったことは何ですか？ダンスの先生に褒められたことです。かわいい。それでは早速そのダンスをお願いします。正解ですよ。結構踊ってる。おお。以上、現場からお伝えしました。ぜひホミ団地に来てほしいな。ホミ団地ね。ぜひホミ団地に来てほしい。ね、今回いろんなね、いろんな嬉しかったことが、一番あの月山さんが嬉しそうですよ、ね。最後これ。そうそうそう。イオ弁は何て言ってたのか、ちょっと聞いてみます。それではその喜びをイオ弁でお願いします。母ちゃん会えて嬉しかったよ。だんだん。だんだんってなんだっけ。とってもじゃなんかとっても。ありがとう。ありがとう。全然違います。全然違いました。大予弁でありがとう。ありがとう、だんだん、うん、トヨタの方なんですけど、もともとは愛媛出身で、で4年ぶりに帰って、で、あの、まあ、いわゆる老人ホームに入ってらっしゃるみたいなんですけど、はい、93歳で最初見たお会いになった時にね、やっぱりだから、うん、誰っていう感じが、そんなレベルでやっぱなっちゃうんですよ。でも話してると分かって、で母ちゃん会えて嬉しかったよ、ありがとう、っていうことがあったの。やっぱそれは、これは多分日本中でこのコロナ明けての年末年始っていう意味で言うとたくさんあったんだろうなと、そうですね、思って、ということで、あ、時間が、さっきね、ちょっと遅かったもん。そういう速さあるんですね。はい、だいぶ遅かったですね。